バース書いて、うん、で、取りに行った、うん。したら、おお、疲れみたいな、ぐっちくんが、うん、お疲れこの曲さ、服ボンベロにやってほしいんだよねっていきなり言って、<laughs> おおみたいな、ボンベロも、おおみたいな、いいっすけど俺、バースしか書いてないっすよ、みたいな、<laughs> おいいよいいよ、全然、これからちょっと頼むわ、<laughs> みたいな、おお、オッケースオッケース,ケースみたいな、おおっっ、そうかな、<laughs> みたいな、ボンベロもちょっと困ってて、<laughs> うーん、みたいな、こう。 なんだろうフックってキャッチーで耳に残るワードが欲しいじゃんかだからなんかうん,なんかパーティーって感じだったから「はい、なんかプーダファックアップ」とかいいんじゃねって、はい、ボンベロに,、はい、に言って「あいいね」ってって「うん、プーダファックアップ」って言って「プーダファって言って「ーファッップ」 キャル的に人気を誇る夜の子族のメンバーで人気企画「レッドブルラさん」にも出演ドリルサウンドを取り入れたラッパで人気土地のラッパーテーサく君ですお願いしますお願いしますありがとうございますいやちょっと嬉しいわこちらこそでえ最初だったのイエローフローの時だよね,そうだねボンベロの時もちょっと話してたけどだから去年の冬とかマジで年末年末だよね12月27とか マジで、そっかそっかマジで年末だマジで年末やばえある時って初めて北海道初北海道初北海道だやばどうだった初北海道いやめっちゃ楽しかったマジでマジで何が一番良かったうーんやっぱ食べ物ああやっぱそうかあとビールが好きになったほうえビール今までは飲んでなかったその前はあんまり味も匂いもなんか酔った感じも好きじゃなかったけどああそうなんだ もうなんか毎日飲んでて4日間いて札幌でそう小樽も行ってはいはいはい小樽倉庫ああそうなんか北海道だけじゃなくてドイツとかのビールもあってなるほどねそこでもうビールが大好きでいろんなビール飲んだのいろんなビール飲んだ飲み比べってこと飲み比べ4人で行って全部違うの頼んで回してやば何がうまかったその中では ちょっと酔っ払いすぎて思って。そうれはおらゆえ、そんなに酔っ払ったんだ。でもビールで相当酔っ払って結構飲んでるとだよね。いや、でも俺弱い。あ、弱い方なんだ。お酒自体。ああ、そうなんだ。だからあんまり、お酒はあんま飲まないタイプじゃ。なんかクラブとかでしか飲まないから。ああ、そうなんだ。あと、ほんとたまに。まあ、ボンベロと遊んでて。 うんたまーにへえ<ー>、うん、あそういう感じなんだ、うん、えクラブとかで言えばさどういう酒飲むのビールあんま飲まなかったんでしょあクラブであんまビール飲まないまあそっか、うん、マリブコークとかはいはいはいジントニックとか、はい、なんだろうレッドブルウォッカとかああレッドブルウォッカやっぱ結構定番よね、うん、そうねああそうなんだぶ、うん、ち上がるしね 分かる分かるそうなんだえじゃあえ北海道行ってビール飲んでえこっち帰ってきてからもビール飲んでる感じもう飯食う時うまい飯食う時はビールそうなんだそれだけ好きだったんだ好きになったやば北海道変えたね感じに変えた場所と寒さかなあ寒い方がうまいんだに本的にうまかったキンキンヒーサーとかそういうこと あーでも寒いよな冷えててそうだよ、ね、なんでうら。飯がうまいから <laughs> うまいビールとうまい飯は合うのかもね、うん、それはあうかもしれない,な,いなるほどねえー、そうなんだ、うん、えちなみにさちょっとクラブのさ飲み物の話に戻るけどさ、うん、結構さなんかいろんな飲み物頼む人がいると思うんだけどさ、はい、なんか女の子にこれをおごって間違いないみたいな飲み物あったりする、うん、<laughs> カルアミルク お確かに。女の子は飲みやすいもんね。飲みやすい。あ、そうなんだ。し、飲みやすいからすぐ酔っちゃう。はいはいはい。はいそういう感じで、そういうことですね。まあ、勉強してくれ。そうやね。やばいって。やばいって。そうやね。彼女が今外にいるからい危ないそそうなね昔の味なんで、これはね。でも今の味じゃない。そうなんだ。え、北海道。 で、他になんか美味しかったものあったりするうんと、何食べたかな最初行った時はジンギスカンはいうんまあ、牡蠣も食べてあ牡蠣ね何食べたかな何、あ、ザンギとかあー、ザンギとかねまあ、有名どこだけどうん。え、何食ったかな ああ北海道で一人で横浜家系ラーメン食べた。うん、あ一人食べたらそう。しかも、しかも北海道で横浜家系メンだ。<う>味違ったいや、い一緒。<laughs> めっちゃうまい。<laughs> あのなんか深夜朝までやってるから、うん、ああ、はいはいはい。あの、すすきのとか、うんうん、あ,ね、ありがたかった。そうだよね。すすきのさ、なんかさ、俺もさ、なんか。 札幌やん、うん、で札幌って思うんだけどさやっぱ東京とかはちょっと俺も分かんないからあんまり、うん、おなんかすすきのってさもう飲み屋とかさクラブとかさ、うん、バーとかもそうだけどさ全部あるやん、まあ、カラオケとかさすげえ、うん、しかもさ全部歩いて行ける距離にあるのが俺すすきののめっちゃいいところだなと思ってて,って確かに結構さそういうところって東京にもあるもんなあーでもーどうだろうな あ渋谷とか渋谷新宿の歌舞伎町とか近いのかもしれないほど、ね、まあそうだね有楽街っていう意味では確かに歌舞伎町とかにも近いのかもね、うん、のなんかそのすすきのとこ歩いててそう,、はい、そういう気分になった<ー>だけどちょっとホテルもいっぱいあるから、はい、その普通のビジネスホテルがいっぱいあったからうん、うん、やっぱ観光地的なノリなのかなってそ,、ねそ,ね、その方が強かった なるほどね、うん、えー、え札幌行った時北海道時は札幌しか行ってない他のところはまだ行ってないんだえっと札幌小樽、うん、あ,、はいはい、あとどこ行ったかなうんそんなもんそんなもんかまあ小樽倉庫と、はい、どうだったかな あとなんかガラス細工の。あ、はいはいはい、はい。で、なんかアクセサリー買ったり。ああ、そうなんだ。でも夜行ったからやっぱあんまり。<ー>で、めっちゃ雪降ってたから。ああ、そうだね。あの時すごかったもんね。今年の冬エグかったからね。雪いや、わかったんだ。いやい、もういつも以上よ。<laughs> 多分てか、俺もその久しぶりだったから、札幌の雪は。正直 でも覚えてなかったのさ、いや、こんな多くなかったはずいや、これ多いじゃろうみたいな。でも3メートルいく四4メートルとか、普通にその人たちさ。いや、でも今年は異常やったね。完全に異常やったね。異常だったんだ。びっくりした。あと、小樽行って、でボンベロとバス乗って、夜中に温泉行って、うー、いいね。帰った。超いいやん。めっちゃ良かった。あ。 そう優しい北海道の人みんんななあか優しいエピソードだったえーっとそうだななんかこう電車が終点までこうどこだったのかな、うん、札幌か、うん、札幌までこう来て、うん、で折り返してまた行く電車でみんな乗ってくるじゃん、うん、1> で一人だけこう寝てるやつがいて、はい、でなんか乗ってきた女の人が「はい、お兄さんお兄さんお兄さん」って。 もう電車ついてるやんってなんかそう話し方もラフだしあ<ー>で起きたそのお兄さんもあありがとうございますありがとうございますみたいななんかピースって感じ <laughs> っ<か>めっちゃ寒いけど、うん、あったけーってっ、えー、そうなんだ、うん、そこがどこ行ってもみんな優しかった本<当>、うん、温泉のおばちゃんもすごい気さくだったし時計屋さんとか入って、はい そのお店が異常なのか分かんないけどアイス食べてきなーって言ってマジでハーゲンダッツもらった <laughs> いやそれは多分普通じゃないわ、うん、それは普通じゃないの、ね、それは優しいとかじゃない <laughs> それはもう特殊な人やで、ね、あ特殊か<多分> <laughs> なんか4人ぐらいそのおばちゃんがやってて、うん、時計屋さんで結構広くて、うん、で結構なんかかっけえやつあって、うん、やべえって鍋と言ったんだけどうん、うん、見てたらアイス食べてきなーって えみたいな。いいんですかやば。どういうことみたいな。うん、確かにね。どう<で>いうことになるよね。もう食いながらかっこいい時計を見るみたいな。<laughs> で、お兄ちゃんたちなんかやってんのみたいな。なんか音楽やっててみたいな。えー、すごいね。っ,って。そういう時計屋がすすきのあたりかな。しかもすすきのにあったんだ、それ。うん、え、やば。え、その、ちょっと。 時計屋さん行きたいな俺もハーゲンダッツもらいに行こうかなうんねだってもう冷凍庫があったアイスもうん常備してあるんだうん多分みんなに配ってるかそういう感じかうんやばえーすごいねそれね東京では絶対ないだろうね多分勝手に偏見で言っちゃってるけどいやでもなんかなんだっけ全国に店舗があるって言っててあ、そこがお店がうんあ、そうなんだ言ってでも 九店舗ぐらいだけど。ああ、でもそれでも、結構こう、点々とあるって言ってたから。ええ、もしかしたら東京ある。ありえるね。ハーゲンダッツもらえる時計屋さんがあるかもしれない。うん。これはちょっとですね。名前覚えてる会社、覚えてない。覚えてない。ちょっと俺も好き嫌いで、ちょっとちょっと喋ってみてお願いします。ちょっと。何だったかな。それすごくない、ハーゲンダッツ、よぼ。え、そうなんだ。大阪。 発祥って言ってたその時,屋,あその時屋さんがそれは覚えてる、えー、大阪発祥の時屋さんか、うん、ちょっと見てみようそっかなるほどな、えー、ちょっと結構話題変わっちゃうんだけど、はい、結構さあのレッドブルのらせん出てたやん、うん、どうだったどうだった最初決まった時はえどういうふうにさ来たのなんかメールかなんかメールでブッキングとして来てで どうでしょうかみたいな。でまあ、ぜひお願いしますそうなんだ。へ<ー>でまあ、1回、そのなんだっけ、レッドブル螺旋一1回、2回、3回って全部見てたから、うううんうん、うんまあ、いつか出たいなって思ってて、うんうん、おあやってきたかみたいな感じだった。そうなんだ。うん、すげえな。えちなみにさ、あれってさ、あのー、あれなの企画としてやってるじゃん、レッドブルが、マーケティングとして。はいはい 結構お金とかもいい感じなのうーんどうなんだろうまあ多分人によると思うけどあ<ー>けど俺らはどうだろうなまあそんぐらいだよなっていうああそういう感じだったんだへ <laughs> えー、そうなんだ <laughs> まあそうだよ、ね、そうかそうなんだ、うん、えちなみにさあれってさフリースタイルではないでしょ一応歌詞は書いた書いたんだへえ 書いてない人もいる中にはかなはいはい、はい、まあ、でもあそこでねベストぶつけなきゃいけないんだったらそれはね、うん、あれだよねてか別にフリースタイルって言ってないしねうん財布はだからねなんかまあフリースタイルってなんかこう逆に言ったら、うん、歌詞書いて持ってきてもそれもフリースタイルなのかなとは思うああなるほどねそこでも,もちろん考えてやるのもフリースタイルだけどはい、はい、うんうん 逆に言ったら自由型みたいな。ああ、そういうフリースタイルのフリーな。なるほどね。ちょっとあれかもしんないけど、捉え方。ええ。わかんないけど、まあ、俺はそう思ってるから、帰ってきました。えぇめっちゃ良かったよね、安定してて。あざっす。さすがやな、と思った。めっちゃ落ち着いてたじゃん。緊張しなかったのいや、バリ緊張さすがに緊張するか。そうだよね。なんか、その、 当日、うん、収録日の朝の電車まで俺歌詞書いてて、はい、おおギリギリまで詰め込んでみたいなうん正味なんか書かなくても、はい、ノリでいけるかなとか思ったけどうん、うん、やっぱ最初の最初どうしようってずっと悩んでてああ入りねそうで着くまでの電車で考えてでまあんま覚えきれてなくて、はい、でやっぱ4人通しでやるから、ねうん、で俺一番ってうん 最初で噛んじゃうみたいな3回やったりしてあっマジごめんなさいみたいなみんなごめんみたいな <laughs> そうかそうかやべえどうしようどうしようって思いながらやってで最後サトルんでこう、はい、俺が間違えたら回んないじゃん <laughs> そうだよねで、なんか <laughs> ああいう雰囲気だから怖えーみたいないやそうだよね <laughs>、うん、<笑><笑>いやあのさ見てたんだけど、うん、今日の映を見返しててさこの人すあそこのなんかあの人がいる中でやるの結構なんか,、うん、なんか緊張と違うなんかこのピリつきがあったのかなみたいな,、うん、なんか緊張もあるけど、うん、怖いよみたいな怖いよ <laughs> えだっ <laughs> あのさ,、はい、あのさ歌詞の中でもさ ボーグボーグにするぞみたいな感じや。あれってさ、マジでそういう感じなのえ、多分、そういう人だと思う。あった時どうだったいや、イカツみたいな。イカツい感じだったんだ。圧力みたいな。あそういう感じだったんだ。お疲れ様です。へーえ、そういえばさ、あの、ラスネディってさ、ヤングパトラ君と新曲出したよね。はいはいはい。ハメティックのハメティック。ハメティック。めっちゃかっこよかった。ありがとう。めっちゃ聴いたし、ミュージックビデオばりかっこいいし。 やばくなかった。あれやばいね。もっと見てほしい。いや、そうだよね。そうだよ。でも、まだ、どんくらいまだ出てそんなたってないでしょまあ、これが出るタイム週間ぐらいか。これが撮影した時はまだ1週間ぐらいだけど。でももう3万円回生ぐらいはってたよね。いや、行ってない行ってない。1万いってないと思う、まだ。え、嘘だ。分。うん。マジで俺の見間違いかな。もっと言ってと思ってきゃね。そう。ちょっと今一瞬見ていい ?2 日、3日前ぐらいに見て5000回とかなってきます。 えっと、うん。伸びたかなわかんない。ごめん。俺見間違いかもしんない。あ、ほんとだ。えー、マジでうん。えー、もっと伸びてもいいよね、これね。うん。ねえ。あ、そうなんだ。え、めっちゃかっこよかったけどね。これは、かっこいいよね。めっちゃかっこいいと思った。うん。 やっぱ二人のスタイルもバチバチ合うしねうんえあれってさ螺旋の前から試合なのいや全然もう螺旋でまあ多分お互い名前は知ってたけどはいはいはいで螺旋で会って話して仲良くなってそういう感じなんだでまあんだろう螺旋出たの多分12月とかだけどはいはいはいで結構間空いたけど曲作ろうぜっつってそうなんだそこでつながって一緒に曲やることになったんだやばいねそういうつながりでもすごいなんか うん。ねえ、なんていうのいい、いいつながりだよね。曲も超かっこいいし、ミュージックビデオもめっちゃかっこいいし。え、あれのミュージックビデオは裏話かなんかないのあ,あれ、あの日はもう一日超ハードで。朝8時から12時過ぎ、夜の12時過ぎまでとか。あ<ー>、てっぺんもあった。うん。かかったそうだよね。で、裏話だとなんかあるかな。 うんまあなんかそのエキストラっていうか仲間みたいなのを連れてきてほしいって監督に言われてでパトラはちょっと一人連れてくるわみたいなで俺もまあそうなんか23人みたいな感じだけどとりあえず一人連れてこれるわじゃあ俺も二人ぐらいって言ったんだけど二人当日の朝どっちも寝坊してってかもう連絡つかなくて。 とりあえず俺だけ行って <laughs> ごめんっつってたぶん寝てるわって言って <laughs> あっち行かちょっと早かったかそうでうんで <laughs>、うん、だからたぶんあの MV にブレイズの子が一人映ってるけど、うん、その人がユンパとの友達で、うん、俺のエキストラは連れてこいなかったから、うん、撮影のスタッフさん6人とかがあの バララクかぶってああだからああいう感じだったんだ後ろにいてはい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 マジでスタッフさん頼みだっ結構そうだったんだでもなんかあのあれのさあれも結構合ってたよね曲にはねなんかそれはやばいねあれスタッフだったんだってかそうそっかなんなら監督もかぶってえマジで出てたの出てたケンヨシムラって人なんいはい え、あの人って結構有名な方俺わかんないんだけど。えー、なんか、時 o k i ンさんの MV とか作ってて。分かんない。あ,あ、あとあ、ボンベロのビリー・マンディって曲のカメラ持ってたのがその人らしくそうなんだ。えー、ディレクターは別で。タイガさんだ。そう、タイガさん。そうだよね、で、DOP がその時。 そうだったんだ。あ、そうだったんだ。そうっす。あと、いや、違うか。そんな感じ。そんな感じなんだ。うわぁ、でもちょっとぜひ見てほしいね。ちょっと概要欄に貼っておくんで、ぜひ、ぜひ見てほしいです。マジで。めっちゃかっこいいんで。え、なんかさ、いや、俺思ったんだけどさ、あれってさ、結構さ、UK のさ、うん なんかドリルとかもさ、うん、とかまあ、ドリルサウンドっていうのかな、うん、に近いのかなちょっと思ったんだけど、うん、ドリルですねやっぱドリルだよねあれ,あれはね、うん、なんか結構さ多分なんていうのまあテイダスとかもボメロとかもそうだけどさ結構さ、うん、ドリルのサウンドが多いと思うんだよねははい、はいやっぱ結構そういうのが好きでインスピレーションもドリルは大好き、うん、あやっぱそうなんだ2021年のうん 頭うん2020年の年末ぐらいからドリルの AJ ・ t r a イシーを知ってで H とかを知ってやべえ、なんだこいつだみたいなやばい,よ、ね、やばいってあって、うん、そこからまあドリルもそうだしはい、はい、ガラージとか2<う>ーステップとかなんか。 みたいなこういうビートをガラージとかツーステップとかいうそういう UK のサウンドがすっごい好きになってだろうそのツーステップガラージの元がグライムっていう一つの要素があってでグライムからまたドリルに分かれてたり。 グライムってちょっとヒップホップなんだけど、なんだろう、ルーツ的にはヒップホップから来てないらしくて、ほ<い>ラップをするんだけど、そのガラ、えー、っと、グライムの元はヒップホップからではないらしくて、えー、ちょっと面白いなとか思って。えー、アフロビートとかなのかなかどうなんだろう、アフロビートもちょっと UK、ね。UK のイメージあるけどね、UK とか、まあ、ジャマイカとか、ね、カリブのそっちのイメージあるよね、<ー>アフロビートの。 うんグライムってどっから来てんだろうねなんかすげえ独特だよね、UK の。独特。ね。めっちゃ好きだよ、でも俺。グライムのサウンドとか。激しくて。ねえ。超いいよね。グライムデイリーとかも結構チェックしてるし。グライムデイリー。絶対見た方がいいよね。絶対見た方がいい。そう、ボンベのやつもちょっと言ったんだけど、グライムデイリーはマジでいけてる UK のアーティスト多いし、いろんなアーティストしてるから、ぜひぜひね。ぜひ。ぜひチェックしてほしいよ。いつか出たい。あー、やばいね。うわ、それやばくないえ、だって多分。いけるのかな で、まだ、ヨーロッパ以外に人出てなくないうん、うん、多分。イタリアとかは出てたと思うんだけど。<ー>出てたっけでもなんか、ちょいちょい、結構アフリカの国とか。ああ、確かに確かに。あ、それはあるかもしれないね。あドリルやってて、<ー>その曲、どうだろう。お金払って出してもらってるのかそういう感じなのかもしれないけど。ワールドヒップホップみたいな、ああいう感じのノリってことでしょ、多分。 その仕組みも俺見よそのなんかグライムデイリーのあのチャンネルでグライムデイリーっていう一応盲目なんだろう名目で出てるビデオとグライムプレミアムで出てるビデオがあってだ多分プレミアムは結構名の知れてるアーティストでデイリーは 頼んで出してもらっていのかなそういう感じなんだ。えー、ちょっと俺それ知らなかったわ。え、見てみよう。そうなんだ。グライムデイリーを結構毎回見てるからね。g r m デイリーうんグライムって読んで。ぜひね、チェックだね、これはね、完全にみんな、ぜひ。ぜひ、ぜひ、チェックしてください。ね r i m e d a y l y ね、マジやばいよね。え、UK のアーティストでさ、さっき H とかさ、h t r a イ e って言ったけどさ、他にこの人はマジオススメっていう人がいたりする いや俺大好きなのはセントラルシーセントラルシーはマジで熱い熱いマジ熱いよね熱いえ何が一番好きセントラルシーの曲うんはぁー I'm grateful I don't wanna s e e ungrateful g i r but don't wanna be みたいなやつあー聞いたことあるわ多分うんビデオもかっこいいしうんあの新しい23っていうはいはいはいあるわけだよね 三曲目か四曲目かだった気がする。へえー。そうあれ。あさあれを通して一回聴いてるわ。俺多分。だから聞いたことあるんだ。うそうそう。俺オブセスウィジュがめっちゃ好きで。オブセスウィジュ。知ってる。That's so u c k i n なんかああいうさなんかメロディックのさ最近なんかちょっと流行ってきてるけどさやっぱさ、うん、今までさドリルとかってさ結構こうズイサムだったじゃんずーっと。うん、でもなんかさいつぐらいなのかがちょっと俺もよくわからんけどさ、うん、最近なんかさメロディーのさしかもさ、うん、なんか。 もうクラシックでさもう結構昔に流行った曲とかをさなんかサンプリングしてる曲多いじゃん。それこそ、ウセス・ウィッシュはあのピンク・パンサレスていう UK の女性シンガーがいてそうなんだ多分18、19歳とかなんだけどめっちゃなんか独特なミステリアスな曲が多くてでその曲からサンプリングしてセントラルシーガー。そうなんだ。 やっててマジでね、サンプリングもいいって言うんでね、サンプリングがめっちゃいいんだよ、多分ね。それもめっちゃいいし。あら、めっちゃ短いやん。1分ちょっとでしょ。多分ん2分以内の曲だったやん。もう1回聴きたいって。いや、そう、わかるわかるわかる。そうだよね。ヘビーロテのやつだよね。そこもうまい。うまいよね。うん、カレーうまいね。ちょっと俺、多分こっちのマイクつけてないわ。あっ。OK。あ、ついてるじゃん。おう。え、何が違うこっちとこっちついてるこっちは おおなるほどなるほどそう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 いやこれが二人写したい場合のやつでこっちがタデちゃんだけどああなるほどそう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 えちなみにさセントルシーのなんかやっぱここがかっこいいなっていうところあったりする特にここがやっぱ生きてんだよなみたいなええまあ最初はそうだなスタイリングとか服はい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 なんか うん顔もそうだけど、うん、見た目のビジュアルがね、なんか、なんだろう、俺ゲイなのかなって思うぐらい好きだった時あって、マジで。<laughs> 本当に、そうなん戦闘シーンにガチ恋しそうな時があって、うん、マジで、本当に、<laughs> な,ん<か> <laughs> なんとも言えない気持ち。いやでもね、それで、俺も一回会ったんだよね、<ー>ドラマディスコンだけどね、うん、ちょっとわかる、その気持ち。 一瞬疑いよね、あれみたいな。大丈夫なのかな、俺みたいな。大丈夫なのかな、俺ゲームだろうかなんて。それ受けたムだ。え、そうやっもうなんかすごい好きだったんだ、もう好きみたいな。今も全然好きだけど、うん、そう、ビジュアルでまず惚れて、で、曲聴いて、うわ、やべえやみたいな。で、ビデオも見て、超いけてるし、で、なんかだんだんその歴史っていうか、どういう人だったかみたいな。 やっぱそういうなんかハスリングして金を作ってでなんだろうね study from the bottom じゃないけどなんもねえとこから来たみたいなあマジそうだねでなんか弟がいてセントラルスラッパーになりたいって言ってるらしくてお前はそう学校に行けって俺は学校行ってないけどお前は学校に行けってかっけえなお兄ちゃんやね なんか熱いのが、その新しいアルバムの最後から2番目の曲に、フィーチャリングでウィル l Bro がいて、本当の弟の。あ、そういうことその曲の名前もウィル l Bro なの。ウィル l Bro、フィーチャリングウィル l Bro なの。何それやば。で、弟と掛け合いのラップして、バック・ンフォースで。え、ちょっとそれやばいね。そう、それマジ熱い。で、それで話してて。はははいいい 俺もラッパーになりたい。いや、お前はダメだ。みたいな。俺もドラッグを売る。いや、やめろ。みたいな。喋りながらラップで掛け合いしてて。そうなんだ。そう、めっちゃ。うわ、何それ。熱い。それ熱いな。やばいな。やばい。あの人、かっこいいよな。かっこいい。ちょっと、めっちゃ思う。めっちゃ思う。ニューカーまで最近結構マジで一番勢いがあるって言ってもかくんでないぐらい。だって最近でも出てきたもんね。おとといとか、リルダークと一緒にいて。 え、そうなのそう。えどどんどん、どっちどんどんこっちいや、多分、オランダのライブかなんかで一緒だったはい,はいはいはい。アムスかどっか忘れたけど。うん。で、一緒にいて、写真撮って、スタジオにもいたのから。やば、熱いね、それ。やーべえみたいな。うわー、フィージャリング出たらえぐくない恋リレーとも一緒にいたしまえ。あ、マジでへーあと、誰だ,だ,だっけなんか最近、アメリカと、 イギリスの交流がよく見れてそうだよね今までねなんかあんまりさかかってこなかったけど今少しずつこうつながってきてるよねなんか嬉しいっていうかはいはいはいやっぱ音楽は関係ねえなそうだよねそうよね人をつなげるもんやから超わかるなるほどねうわちょっとこれからね UK と US のアーティストのコラボ見れるかもしれないそれは超楽しみだな楽しみなるほどねそうかそうか ちなみにさ、俺結構全然またさ、変わっちゃうんだけどさ、はい、今結構切っちゃってさ、もう赤色の髪ないけどさ、うん、昔結構赤髪やったや、うんあれってなんか、自分のテーマから赤みたいな感じで、してた理由とかもあったりするのそうなんか、まあ、ずっとちっちゃい頃から赤が好きで、はい、でなんか、こう、イメージから、うん、ファンから自分見られるときに、うん、なんかこう、 想像できる色ってあった方がいいなってとなく思ってで赤別に好きだしじゃあ赤にしようと思って半分赤にしてでジャケシャも EP のジャケシャも赤にしてそうだね赤いアクセサリーとかつけてみてそうだね赤い部分今切ったけどタデって赤っぽいよねとかみんな言ってくれるから あ、よかった成功したね成功えなんかさ俺さこれ勝手にねさ俺フルメーカーとかやってるからさあの、カラーセオリーとか勉強するんよはいはいで緑と赤ってコンプリメントカラーっつって真逆の色なんだけど一番相性がいい色なんだだからそれもあんのかなみたいなボンベロって緑のイメージあるやんいや確かにそうじゃないなんかたまたまそうなったあそうなんだうんボンベロがドレッドにしたのも2021の夏とかだったから で俺は赤にしたのが6月とかで予<防>でボンベロは黒染めしてからドレッドにしたのなんかこう最初青っぽかったのが残ってて青、なんだろうなんかもうほんと沖縄の海の色の青みたいな超綺麗な水色に近い青が黒くしてドレッドにしたらなんか結局その黒染めの殻も落ちてきて今ちょっとこう黄緑っぽい緑になってるじゃん たまたまたなんだ。あれえ、マジでま、でも実際、ボンベロ好きな色緑で。あ、やっぱそうなんだ。俺、赤好きだから。はいはいはい。相性抜群よね。抜群っすね。そうそうそれは俺、勝手に思ってたんだ。あ後から、そういえば、思って、あの二人そうだよね。なんか、それも意識してやってんのかなって、っちゃったんでね。ただ、でどうだったえ、じゃそれおもろいな。青がそうだ黒染めして緑だったっていうのおもろいね。あ、そうなんだ。そう。えー、なるほどな。 ちなみにさ、ボンベロとトは結構もう仲いいじゃん。結構いろいろずっといろいろ曲出してると思うんだけどさ、その中でさ、あとグッチプリンスとウィーク・ドディスクから、ファクト・アップ。あれ、めっちゃ回ってるやん。めっちゃ回ってる。やばくないあんないくと思ったそうなんだ。結構踊れてる感じだうん。やっぱ、まだ伸びてるから。そうだよね。常に伸び続けてるよね。いやー、でもなんか、あの曲はマジエグいなって思ったんだけど、あれは、 グッチブリくんがこういう曲やりたいんだけどって,って来た感じあるどういうふうにできたの多分一番最初に、うん、えっとグッチくんのスタジオに、はい、グッチくんがドドスくんを招いてはい、はい、でエンジニアがあアスキなんだけどああそうなんだアスキは俺のバック DJ であ多分出てるねミュージックよりもねそうそうだでえっと別の曲を普通に多分 ドドス君がバース取りに行って、はい、で、時間余ってから、なんかビートないのってアスキーに言ったんですよ。はいはい、で、アスキーが2年前、1年前とかのビートをこう探して、はい、この四つ打ちどうって言って、はい、おい,いいねっつって、ドドス君がバース取って、で、ッチく君もバース取って、<ー>で、フックがなくて、はいはい、ここに2人ちょっと入ってくんねって言われて、はい、そのファイルが届いて、おもろいって思って。はい かましちゃうぜって思ってやって、バース書いて、うん、で、取りに行った、うん。したら、おお、疲れみたいな、ぐっちくんが、うん、お疲れこの曲さ、フックボンベロにやってほしいんだよねっていきなり言って、おおみたいな、ボンベロも、おおみたいな、いいっすけど俺、バースしか書いてないっすよ、みたいな、<laughs> あいいよ、いいよ、全然、これからちょっと頼むわ、みたいな、<laughs> おお、オーケース、オッケーオッケース、みたいな、どすっな、そうだかな、うん、みたいな、ボンベロもちょっと困ってて。うん うんだからこうなんだろう、うフックってキャッチーで、ね、耳に残るワードが欲しいじゃん。確かに。だからなんか、うん、なんかパーティーって感じだったから、<ー>なんかプーダーファックアップとかいいんじゃねってボンベルに言って、あ、いいねってって、うん、プーダーファックアップ。うん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 って言って、俺はそのプーダーファックアップだけをっ言って、<ー>したら、あれができた。 そうなんだ。よかった。やば。そういう感じでできてんだ。<laughs> そう。うわあ、ちょっと、え、コロ裏話ラ初じゃないたぶん。かもしんない。ボンベロが話してなかったら話。話してない話してない。<ー>俺も聞いてなかったもん。<ー>そう。やば、うわ別れちょっと嬉しいな。嬉しいそういう感じの話だったんだ。<ー>やば、俺の彼女もめっちゃ好きなの曲。あれベイビーダメが来たえい。えい、えい、えい、わらわらわら。一緒にベイビーダメが来て、一瞬一瞬入る 一緒一緒ちょっともう一回あのメインのエピソードは後から。えー、あ、お疲れー、えー、お疲れ全然いいよいいよ。ごめんね、ちょっとカメラちょっと気をつけて。いや、イいエース。お疲,お疲れ、<laughs> お,疲れお疲れ。ちょっともうちょっとあの撮ってからね。えー、外行く外も行けるよ。タバコも吸えるし。いいしょ、いいしょ。おいっすー。ありがとうね、来てくれて。お疲れ、お疲れ。

いやーファクトアップの曲は、うん、そんな感じそんな感じだったんだ、はい、ちなみにさこれ結構ぶっちゃけて聞いて答えたくなかったら全然いいんだよね、うん、なんだけどぶっちゃけさ今あのー、曲いっぱい結構作ってて、うん、やっぱり人気もあるわけ、うん、数字もついてきてて、うん、ぶっちゃけどんぐらい稼いでるもんなのぶっちゃけぶっちゃけはい皆さんということでなんと今回初のスポンサー決まりました ありがとうございます。なんとこのノびジュエリーめっちゃかっこいいですよ。皆さんで、ね、いろんな種類やってみてください。これこういう種類もあるんですね。チェーンの形もいろいろあってちゃんとしたシルバーとかも使ってるしこれとかもね、金バージョンゴーデンラッシュバージョンで作ってもらったりとかカスタムもすごいいろいろできるんでぜひぜひ皆さん、クーポンコード他のところでは絶対クーポンコードないんでここだけです。ここだけクーポンコードラッシュ店、皆さんで、ね、下のリンクからね。 クーポンコードで買ってみてくださいまだね、プリセールなんでねどこでもゲットできないねこのね、珍しいこのジュエリー全部ハンドメイドで皆さん是非クーポンコードで10%オフゲットしてみてくださいってことで、ね、じゃあポッドキャストエピソードも終わりましょう Let's go。使って欲しくないです皆さんラップには夢がありますありますようんだって遊んでただけだもん <laughs> そうだよね、うん、変な話ねいやマジでタクソンとボンベロとはい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 3人で、うん や最初はまあなんかクルーみたいな6人いていやもう本当の最初の最初は学校終わりにサイファーしてたそうだよねそうタクソンと俺同じ学校でそうだねタクソンはビートメーカーはいはいわかるわかるそうでタクソンが俺にヒップホップ教えてくれたでえでかサイファーしててでんか隣八千代ってとこでもあるらしいよみたいなはいはいはいでか行こうぜって行ってボンベロ行っておおみたいな こいつやべえなみたいな。えー、もうその時からなんかすげえのフリースタイル。そうなんだ。何何とか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 ってずっとイン踏んでる感じえー、やべえ <laughs> 面白いと思って <laughs> でマジノリで、はい、ボンベロンチで、うん、ちょっとマイクあるからレックしようよって言って。はいで 15分で歌詞を書くみたいな遊びをして、みんなで撮って、サンクラにあげてみたいな。そっから始まってんそう。まじ遊んでただけだった夢あるっす、ね、夢あるね。 ままあもちろんそうだよね。もちろんそうだよねいやそれでさ、あまちょっと俺、Yellowflow をさ、実は俺も出てるんで、みんなちょっと見つけてみてくださいって感じなんだけど、実は俺も出てるんだけど、いや楽しかその時きは一番最初だったんだけど、すぐがっちりリンクして、なんかやもともとさ、あの正直言うと全然知らなくて、で演奏がさ、あのインバイトしてくれたんだけど、なんかこういう人たちが来るんだけど、ぜひ遊びにおいでよみたいな、めっちゃいい人たちだからみたいな。それで 2人のこと。で、ああ、めっちゃコックエロップすんなみたいな。で、会って、こつい感じようかなと思ったら、めっちゃいい人で。めっちゃいいやつやみたいな。そう可いらしくて。まあ可愛いっていうのやかもしれないけど。めっちゃ可愛いくて。なんだ先輩って感じいや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 、全然そんなことないよ。だから、そうだからめっちゃなんか、そう、なんか気持ちのいい人じゃなっていうのが、俺の一番の感想。そうそうそう。で、イエローフローで、俺めっちゃ、あの2人組のところで、めっちゃなんか、俺の中で、 残っっててるがあ過去の自分が金を稼ぐニートこれが今言ってたことじゃないかなと思ってそうそうじゃないだから要はさ昔ただ遊んでた過去の自分が今ニートだけどそれで金稼いでるよみたいなそういうことだよねだし何かこう入ってくる金は過去に作った曲を聴いてくれてる人がいるから金が入るじゃんでもその時の自分は過去なわけでそうだね確かに 今の俺だと思って聞いてるんだろうけど、まあ、俺の中では過去みたいな。はいはいはい。まそういう、もちろん、なんか、どっちも取れるから。うん。なんか、ミニングもあるってことかうん。なるほどね。そうそう。そういうことか。まあ、ニートとかラッパーだからね。あれだけど。でも、前、他の人たちからしたら、もしかしたらね、ラッパーっていうの分かんない人からしたらさ、何やってんだろうと思うわけでね。まあ、気持ち的に不労所得。不労所得だね。確かにそうだね。いや、でも本当そうじゃない。遊んでるに近いから。そうだよね。 楽しくやってるそれがねめっちゃ感じるんだよねやっぱ曲聴いてたとしても超楽しいしなんかまあ俺結構ねなんか結構なんかタイミングで何回も何回も聴いたとかして聴くんだけど毎回やっぱ聴くたびにもうぶち上がるのさ超楽しみ聴くのが楽しいっていうか特に2人の曲は多分ねフローとかなんかなんだろうインとかだと思うんだけどなんかすごいね耳障りがめっちゃいいんだよねだからずっと聴けるっていうか。 そううそそれが俺めっちゃ二人のすごい好きなところなんだけどそうそうだからまあでも楽しくやってるから多分聴いてるこっちも楽しいんだろうなってめっちゃ思うし嬉しいそういや夢あるねあるっすいやちょっといやまあ最近ねラッパー増えてきてるけどねぜひぜひねそこをモチベーションにねま頑張んないと本気でやんないと遊びも本気でやんないとお金がならないと思うけど間違いないそうそう頑張ってるからここにいるわけだと思うからそう全部本気だったらいけるそうだね本当にそうだねそうだなうん そうねやばいねそっかそっか、ね、なるほどないやー楽しいなえちなみにさそうやって曲楽しく作ってると思うんだけど、うん、なんか曲とか冊子を作る上でなんか大事にしてることあったりするあー大事にしてること、うん、これは欠かせないとか <laughs> そうだなそうだなまあリアルはまず大前提はい、はいうん もちろんでうーんまああとは考えすぎないでこうほんと歌詞って考えれば考えるほど行き詰まるしああそうなんだうん<ー>もう何も考えないでなんだろう一つテーマが決まってたらまあ柔らかく汲み取ってうん、うん、そこに合わせて自分のノリを。 そうだね。こだわってることって言ったら。うん。まあ、あと、なんかん、それこそ耳に入る音的に気持ちいい。なんか、かとか、タとか。うん。そういう、ドラムに近い。うん、はいはいはい。ハイハット的な、なんか。うん、そういうフローを、うん、もう別に考えて生んでるわけじゃないけど、まあ、 耳障りがいいっていうか聞き心地がいい音とか言葉を入れるのもそうだな、うん、大事にしてるっていうそれがまあスタイルなんだけど結構ナチュラルにできてるんだろうねそれがね多分わかるわけでしょだからなんかんこれ気持ちいいなっていうのがストンと落ちてきて書いてる。 ってことやねね多分ね<う>なんかボンベルもさ言ってたのがさ、うん、なんかボンベルが言ってたのは、うん、ボンベルはなんか結構考えてるらしいんだよね。ボンベルはそう。ね、俺より俺となんならすごい性格も逆だしロジカル思考でうん、うん、俺はなんかなんだろうとあんまり何事も考えてないっていうか、うん、フィーリング。うんでもそこって別にポジティブなこともあるけど、うんはい なんだろう、あんまいいことだって思ってなくて、はい、俺的にはもうちょっといろいろ考えなきゃなって思うけど <laughs> ボンベロはほんといろんなこと考えてやってるから<ー>あ俺にない意見持ってるし俺とは違うラップしてまた刺激もらえるしそうなんだそういうなんか多分正反対の2人だからいいこういう化学反応が生まれてる部分もあるのかもしれないよね だね、もしかしたらねちなみにもっと考えた方がいいなと思うこととか何,何が <laughs> ええー、お金の使い方 <laughs> <laughs> それはまあしょうがねえよいやねそれはなんか慣れてくるもんじゃねえ多分そういうもんなんですかど、ね、多分だって俺とかも最初一人暮らしし、うん、始めた頃とかも要はさ高校、うん、卒業して俺は見メ行けってってるから、うん、その時に バイトして数20万ぐらい貯めてってさ高校3年生からしたらすげえ量のお金なわけよ。余裕だわよみたいな。うん、それを俺マジ多分1か月半とかで使ったんだよね。アメリカでしかも家賃も全部払ってるわけだよ。<ー>家賃とか学校も全部払って生活費だけで1か月ちょっと二20万以上つけ切ったのさ。<ー>毎週服買ったりとかしてて。 その時に学んだのよ。これはダメだ、この生き方は、みたいな。確かに、ちょっと使いすぎたもんね。月20万を使えるじゃない、正解すわかんないけど、俺からしたら。だって、家賃とか払ってるわけだからね。そうだね。そうそうそう。わかんないけど、結構使いすぎた気がしたんでね。と思ってたけどね。そうなのさ。まあ、経験は財産だよね。そうなんよね。学ぶもんなんじゃないそれは。 ん何にお金使うの逆にえ、ウィード…これ使っていいのはい、やった、OK、OK、いいね。TikTok 的には。TikTok は出せない。でも YouTube 出せる。そう TikTok、この間、ジャマイカに行った友達が、プトラ君があの、ジャマイカであの…ウィードが安いって話をしたんだけど、TikTok でサウンド取られて。 まず最初に俺それ載せた瞬間に、うん、多分1時間で4万回生とか言ったのさす、はい、それって俺からしても異常なスピードなんだよね、うん、4万回生です1時間みたいな、うん、でうわっと思ったっけ一気に止まったんで伸びが、うん、おかしいなと思ったらシャドー版ってだって TikTok 側から伸びないようにされたの <laughs> やべえと思ってだからそ「大麻」っていう単語を「大麻」とか「ガンジャ」って単語を俺全部ピンに入れたんでそうしたっけそれでもまた30分で9000回とか言ってそれもまだ多い方だったんだけど<ー>それもなんか 止まって、で、最終的に2日後ぐらいに音取られて、そう、もう再生源がかった音が。で、マジかみたいな。でも取ったのさ、プライベートにしたんだけど。うん。テキスト厳しいんよ。だろうね。そう。確かに。動画コンテンツだしね。そう、それはあるかもしれないね。子供もいいしね。YouTube は大丈夫。うん。全然大丈夫だな。そっかそっか。そうね。 使いすぎか、ちょっと。っと遊びすぎちゃうと。え、何が好き一番そういう、やっぱチるってる時、一番好きなのえ、好きなのって。好きなこと。好きなこと一番やること。なんかさ、人によって違うよん音楽聴いたりとかさ、うん、食べたりとか、毎日とか,かるあると思うんだけど。いやー、特にそうだな、なんか、まあもちろん、食べるとうまいし、うん、音楽聴いたら気持ちいいけど、うん そうだなぁ。好きなことか。うん。これおすすめ、みたいな。うーん。うーん、ドライブ <laughs> <laughs> 自分でうん。<laughs> ドライブ <laughs> 気持ちいいね夜中ないそうんだみんなとすって温泉行ってああいいね温泉ね気持ちいい温泉いいよねすって帰ってすって音楽聴いてネットフリックス見てすって寝るみたいな やばいね、そういう感じなんだ。えー、いいね、いいね。そうなんだ。彼女とは結構仲いい彼女と仲いい。喧嘩したことないです。えマジでえ、どんくらい今付き合ってる ?4 月ちょっととか。えー、珍しいね。4ヶ月、もうすぐ4ヶ月。あ、そうなんだ。大体3ヶ月ぐらいで、大体みんな結構大変な時期が来るんだよね。じゃあそろそろいや、3ヶ月だよ、でも3ヶ月マーク。俺的には3ヶ月マークだと思ってる。 もう少しになるんでしょもう少し。たったもう3か月超えてるわけうん。結構うまくいってるんじゃないうん。そういう意味では。うん。超いいね。喧嘩しないのやばいね。俺、彼女とめっちゃ健康するもん。ほんとうん。最近はよくなってきたけど。でも遠距離だよね。今、遠距離。でも。寂しいね。寂しいよね。でもやっぱ、向こうが多分一番寂しい。俺は遠距離になったときに、彼女日本語分かんないからなんだけど、あの遠距離になったときは、おし 集中しようって俺は思ったのさ。はいはい。そうそうそう。俺結構そういうところあるからさ。うん、なんていうのあんまり仕事ばっかりとかもしててさ、アメーカの時期も映像の仕事ばっかりしてて、彼女と時間作んないでめっちゃ喧嘩になったとかもしててさ。うん、で今回はよし、みたいな。集中しようみたいな。でも今はマジで恋しい。マジで恋しい。ほんとに。でもやっぱ、ね、まあそういうもんだよ。うん、でもなんか俺遠距離してよかったなと思って。あ,あ、そうなんだ。うん、俺はね、どうしてあのさあ。 これは俺の持論なんだけどやっぱさ一緒にいるとさいつでもできるしさいつでもキスできるしさ近くにいるわけだからさなんていうの体でつながれるやん変な話で心が通じなくても一緒にいれるんよでもやっぱ遠距離だと心が通じなくてないとマジで一緒にいれないからだからそういう意味でわかるだからさ心と心のこつながりを大事にするし会話とかもすごい大事にするしじゃあなんていうの小さいことももっと気にするしやっぱさ 自分のさ、生活してるとさ、相手のこと、声かけなくても生きていけるわけやん。うん、でやっぱ、遠距離だからそこそ声かけなきゃいけない。で、小さいことがすごい重要になってくるっていうか、うんなんかそういうのを俺は勉強できたなってっで、俺はなんか遠距離してよかったなって超思ったし、まあ二人ともそれは言ってる最近、遠距離してよかったねって。なま,また会った時のありがたさ。それはもう多分エグいと思うよ。エグいね最高だと思う。<対>まず、いろんな意味で。そう、俺の彼女も。うん。 7月中旬ぐらいから9月ぐらいまでニューヨーク行くからそうですおおちょっ遠距離よね,そう,ねうんどんなもんかどんなもんかな,ーんな,んかなーみたいなねまあでもいいこいいと思うよう遠距離やったら多分今まで気づかなかったことも気づくだと思うしうまあ俺から俺はそういうふうに思うからそうねそう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 そっかえどういう出会いだったのもともとは <laughs> 出会いは3年前とかで、うん あの恵比寿バチカっていうクラブがあって昨日も俺ライブしたんだけどえっとそこで初めてライブした時にもうもう一番最初前座みたいな俺ら出たてだったからバンって10分だけやってもう最高の気分でずっとファンの時から通ってたクラブそクラブに最高みたいなで終わって友達がウィードさせてくれて。 も,うもっと最高になって、バチカの楽屋でこう座ってて、うん、で、なんか、そこにいたんだよね、うん。で、なんか喋ってて、英語が聞こえて、うん、で、ちらって見たら、アメリカ人か、どこの国かわかんないけど、ああ、外人さんだなって思って、うん、で、こう、俺もぶリップりだから、一人でこうやって、うんってやってて、<laughs> したら、なんか、クリームパイって聞こえたのはい。で クリームパイ、クリームパイ、クリームパイ持ってるみたいな。クリームパイ、うまそうみたいな。あ、あそういうことか。俺はね、ううううんうんああそういうことクリームパイ、おいしそうと思って、は払えた、うまそうみたいな。<laughs> <うん S 2> クリームパイってよくわかんないけど、おいしそうだなと思って、で、なんか俺が口ずさんだら、すごい笑ってるからえ。えクリームパイみたいな。<laughs> クリームパイ。あみたいな <laughs> で そうでそのシンガーのあやさんにしてあやさんがボンベロに伝えて、うん、でボンベロが俺に伝えて,きて。きなかだし、って意味らしいよみたいな。うん、ああ <laughs> みたいな。で、その俺のリアクションでも、また、っちゃ笑ってて、うん、もう最悪みたいな。ハチそ、ね、知らねえよみたいな。うまそうじゃんみたいな。で、うん、そう。 <laughs> その日の夜、ニスを見つけて、<laughs> えーえー、あ、すみませんでしたっつって、ぶっ飛んでましたって言って、全然大丈夫だよ、えーえー、またね、みたいな。えーえー、で、まあ、普通に友達になって、はい、で、まあコロナがに2020から始まって、そもそも全然人と会わなくなって、はーはー 1> で1年前ぐらいかな、うん、1>, 1年半前ぐらいに、2021年の3月とか、はい にたまたま会う機会があって、えー、でよく遊ぶようになってうんうん、うん、でも付き合ったのは4ヶ月前あ,あそうなんだ<う>えじゃあもう結構長く友達だったってことだそうえーうん、どっちからさ告白したのはまあ嘘つきたくないから言うんだけどモナミちゃんああそうなんだおーすごいねすごいねすごいねさすがやで、ね まあ、いい人いたら、なんか、彼女いらねえなーってずっと思ってたんだけど、うん。いい人で、年上で、まあ、そのうちいるっしょ、みたいな。うん,う,んうん。まあ、いい人いたら付き合うか、みたいな。はいはいはい、はい、でも、もなみちゃんだったとは思わなかった。はい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 。え、もなみちゃんって、何歳あ、言っちゃだめまずいかな。いや、まずくないと思う。うん、でも、俺の2個上で。だからあ、そうなんだ。23の代か。23の代か。うん、え、21なの俺は21の。21か。 あ、そっかそっか。若えな。そっか、23歳。若いから。若いと思う。アイザック。25代だね、今年で。まマジか。シエラもあ、そう、シエラと同じ年。あ、そうなんだ。そうそうそう。まだ俺まだ24だけどね。あ、そうなんだ。1月で21。えー、そっかそっか。そうなんだ。えー、なるほどな。うわー、でもいいな。 いいねいいねえ、うん、彼女のさ好きなところどこ好きなところはもう常に愛をくれるうーんうーんなんだろう一つねうず <laughs> い,いよねいろいろあると思うんだけどさまあかわいいうん、まあ、かわいい <laughs> もう一緒に歩いててあの何みんな 見るわけちゃんけことかわいいもん。わかるよって感じ <laughs> で。いつ見てもなんかもう、かわいいねって感じ。ええ、気持ちいい、俺の気持ちいいも、こう、もう見ただけで支えられる。はいはいはい。<laughs> いそれ超重要だよね。かわいいは大事。かわいいは超重要。いや、でもそれはめっちゃわかる。なんか、俺の彼女とかもそうなんだけど、うん、やっぱかわいいんよ。うん で、多分、その、かわいいが、多分、いろんな、なんかいろんなものが合わさってかわいいと思うんだよね。うん、確かに,確かに。だからさ、多分,分、わかんない。ど、どんなのたぶん、強いて言うなら笑顔とか、目なのかなとか思ったりするけど、んなんて言ってもかわいいんだよね。うん。超わかる、その気持ち。多分、すべてがかわいいんだろうね。な、うん何でも、言葉とか、仕草とか。そう,だからもう。こっちのリップか、こっちのリップ、ピンクか、ちょっと、紫系か、どっちがいいうーん、どっちもかわいいんだけど、ピンク。<laughs> そういうい感じやねこっちのこれかこれどっちがいいかないやどっちもいいなみたいなスカートかジーンズどっちがいいかな<っ>いやどっちもいいよ <laughs> みたいな俺に聞かれるとそうなっちゃうっていう <laughs> 全部がもう可愛すくてしょうがないんだよねわかるよそういう気持ちアップかなダウンかないやどっちもいいよマジで <laughs> そんな感じ。もうめっちゃ恋してる。もう愛しちゃってんじゃん、もうね。やばいね。いいね。いいな。ちょっと2人応援したいわ。パワーカップル。ね。いいよね。そう、彼女もシンガーで、そうだよね。アーティストだから、シェイラっていうんだけど、S-H-E-I-D-A。ちょっと、みんな聞いて。ぜひぜひ、概要欄とかにもね。一瞬曲もやったことあるよね。 そうだよね。1年前ぐらいね<ー>、うん。最近は出してないけど。ああ、そうなんだ。うん、ちょっとね、いろいろ、ね、出して、あの、情報とかも概要欄に貼っていくんで、もし興味があればね。お願いします。ね、おいします。みたいなことで。そっか。わってことで、はい。まあ、タデ君ののろけ話も聞いたし、ね、楽しかったですよ。うん。楽しかったです。ありがとうね、今回来てくれてマジで。こちらこそ。うん。 そでまあ今回ねこうやってねてくんのいろんなこと聞いてきたんですけどね、はい、またこれからもね大活躍されてくされると思うのでえちなみになんか EP とか新しい作品でいうとかはない今のところはうんまあ作ってるですねあそうなんだ何かしらずっと作ってるお<ー>まだこうこれを作ろうとか、はい、形にはた、まあ、多分次はソロはまとまった作品で出ると思うすーうーん,うーんってことでねそれも楽しみに、はい 100円もいくつかあそうなんだ100円も結構控えてる感じなの、はい、そうっすね分かってるものとかで出したいものとかあったりするまあグッチくんとのはいはい新しい曲でドリルでおっ MV も撮ろうってなってるんでお,ーおー楽しみですねお願いしますよしということでねまあ、これからも活躍してくれると思うんでこれからのね作品も期待して、まあ、次のエピソードでお会いしましょうということでまた会いましょう Peace bye bye. bye bye peace arigato